今日正午過ぎ室蘭市地球岬からおよそ28キロメートル東の沖合で浦河町の底引き網漁船第82万両丸から30歳の男性の陸民が海に落ちたと海上保安部に連絡がありました男性は網の回収作業中に転落して姿が見えなくなったということで今も海上保安部などで捜索が続いています